これ初見でやらざるを得ないモードでしたね。オリマーの冒険、別名サイドストーリー、お宝調査、お宝を探せと一緒なことですよね。それをストーリー上のにあったと思われるマップでやるんやね。大きめの原生物にはしっかり準備してから挑まんとの。水中や水辺の奥にあるお宝もちゃんと忘れずに回収するんじゃぞ。あ、そういうこと。青が出ますね。青が出るってことは俺青、あ、青出ますね。なんで俺が初めて青って分かった。ストーリー進めてるかもわからんやん。水は平気な青ピクミンですっていうことだけど、泳げるので溺れませんって書いてあるけど、あのね、通までは泳げはせんかったと思うよ、確か。入れたけど。で、泳ぐかん、あ、ごめん、これ静かにするわ。ベイアムスパ、キャプテン、オリマー。ウィンドウィンド、ギョロンヌルン、ドルフィン。ベリーベリー、ボテケテケテ、ボスクス、ドッパー、カパラス、ジュン、シロケロ。アセコ、シャガナヒ、ベネプン、サツサツン、キー。ボス、ベネペ、キー。ウィンドウィンド、オンバカラ。ボスク、ベンベ、オン。これ見たことあったっけ。なんか僕が覚えてるのは黄色にやられてるとこでしたね。あ、ごめん、喋っちゃった。で、泳げるようになってからは7年ぶりに泳がすことになります。それぐらい久しぶりですねって言いたかったんでした。おお、制限時間、これなんかストーリーみたいになってるけど、何回もやり直して高得点とか狙っていけるんかなって話してるうちに始まる。取ってこう。これまだ操作に慣れてなくてごめんなさい。ちょっと地図見させてください。地図を見ると海辺があって、ここを泳ぐんやね。はい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 。青ピクミン初めて操作する。超嬉しいんですけど。なるほど、さっきの面1面ワンデイもそうでしたけど、下は使わないですね。行きましょう。ちょっと探り探りになってごめんなさいね。4匹しかいない、やばい。どうすればいいのこれ。ここにいっぱいいたわ。あ、ここに壁ある。順番間違ってんな俺。壁は後やなこれ多分な。これはここ先行かなあかんか。増やさなあかんって言ってたもんね。増やさなあかんとは言ってないか。準備しないとなって言ってたもんね。これね、こうやってこっちする、こうやってしたらさ、あれ誰もいない。俺なんでなんで誰も連れてないって。これ壁壊してるんか。ごめんごめん、もう全然わからん。これで行こうか。2匹しかいねえけど、赤7匹いればいけた。あ、チャッピーもいる。7匹いれば倒せたっけな。これ泳げ、泳げるね。懐かしい。あ、強え。うわ、なんか飛んで、バグってない？びっくりした。うわ、一回も、ああ、あった、ちょうど。話しながらできる代物じゃねえな、このゲーム。いいの？そっちから行って。ごめんなさい、なんでそっちから行くの。ちょっと待って、どんな地図になってんの。あ、なるへそ、壁開けたからか。壁を持っていけばいいや、こっちに。大変でしたわ。ちょっと一回解散しようか。
お、ちょうどまだいた。酸っぱい匂いやって。危ねえ今の。お、いい感じ、いい感じ。まだ魂入れ替えになれてないんだよな俺。ごめんなさいね。解散と間違えそうになる。やっぱジャイロの方がいいっすねこれ、どう考えても。ここに青がいて、青は俺が連れて、あ、戻っ、近海戻りかね。嫌なカエルいる。俺の嫌いなカエルいる。わ、クマちゃん。ピール、俺の嫌いなクマチャピール。危ねえ、危ねえよ今のも。普通にちょっと待ってくれ、待ってくれ。これ100でどこにいるの、あと残り運んでるんか。あ、あそこに埋まってるのもいるやな。でも81匹もいれば倒せるか、クマチャピー。あ、そこにもいる。こんだけいれば倒せるかな。それで倒せ方もできんやろこのゲーム。これどうやってやるんやろ。投げた方がいいんかな。いや突進か。あ、突進の方がいいな。簡単に倒せた、思ったより。突撃やったけど。一回戻っとこう。ああ、今ゲームパッド触ろうとした。本当やで。7年前の記憶。本当やって。嘘くさいな。嘘くさいけどさ。これどうやって倒すんやったっけな。こんだけいれば倒せるかな。倒せた。そうね、手元にいる方が残るんか、解散の時に。分かった。あ、やばい。下手くそや、下手くそなやり方やってん、ごめん。頭回らん。ほんでいいんかな。ほんでいいやな。ルイはこのまま連れてきやな。今のジャイロでプッて上にできるんやけど、ジャイロ絶対オンにした方がいいっす皆さん。何回も言うけど。今度終わりか。
おーし、なんとか行けました。俺のラインみたい、ついたってだけ言うの。ラインも何もスマホもない時代のゲームやけど、スマホあったか。なんで終わったか。すげえ音楽違う。だからまだ夜中で誰もやってねえやろってことでランキング見たら、さっき世界記録3倍ぐらいあったよ俺の点数の。今回のこの面はまだ誰もやってないやろってことで、ちょっとランキング見てみますか。クソやな俺。でもクソでもないか。あ、クソやな。やっぱ3倍ぐらいあるんですよね世界記録は。でも目が荒いからやっぱやってる人の人数は少ないなと思います。ありがとうございます。次へと押すとセリフが出る。はい。鍵の使い道はわからない。カニいなかったね。変わった子やな。オリマも変わってるけど。はい、ありがとうございました。